今日はいいお天気だわ。絶好の洗濯日和ね。よし、決めた。今日は徹底的にいろんなところを掃除するわよ。窓は磨いたし、棚の後ろとベッドの下も終わったわね。それからお菓子の根元も、うん、綺麗になったわ。完璧。やっぱり掃除の行き渡った部屋って気分がいいわね。さて、次はジョンとマイケルの部屋だわ。なんで朝からそんなにやる気を出してるの？俺まだ眠いんだけど。じゃないでしょ、もう朝よ。いつまでも寝ていないで掃除をするからどいてちょうだい。まだ早いよ。俺の部屋は後でいいから、先に兄さんの部屋をお願いします。ジョンはとっくに起きて自分の部屋を掃除しているところよ。俺、昨夜寝るのが遅かったから、もうちょっと寝かせて。早く寝なかったあなたが悪いんでしょ。ほら、枕カバーとシーツを取るわよ。まとめて洗濯するんだから。姉さんの意地悪。あなたがしっかりした生活を送ってくれるのなら、私は意地悪で結構。さあさあ、早く起きなさい。なんだマイケル、まだ寝ていたのか。姉さんを困らせるようなことをするのなら、日々の勉強の量を増やすぞ。お、起きた。じゃあここはジョンに任せて、私は下の部屋を掃除してくるわ。たまに唐突になるからびっくりするよ。俺まだ眠い。もっとビシッとしろ、だらしない。一日の始まりが美しければ、その日一日気分がいいだろう。一仕事終えて飲むお茶もとても美味しい。今日はいつもより早く起きたから、その分だけ余分に勉強ができる。よかったなマイケル。冗談じゃない。その余分な時間は絶対に昼寝に当てる。これ以上兄さんの勝手にされてたまるもんか。おい、どこに行くんだマイケル。待て。落ち着きのない子たちね。ナナの方がよっぽど落ち着いているわ。やっぱり綺麗な方が気持ちいいわよね。シザーは部屋を汚くしていないかしら。重要な書類があるかもしれないと思って触ったことがないけど、引き出しの中はどうなのかしら。仕事の書類を隠していたことがバレなかったんだから、ルーラーも触っていないということよね。気になってきた。ちょっと様子を見に行ってみよう。ナナ、多分ジョンとマイケルはすぐに戻ってくると思うから、それまで留守番を頼むわね。この惨状、今まで見た中で最低に汚いわよ。クリップとルーラーはどうしたの。
片方は私の代理で軍の会議に参加してもらっている。もう片方は年に一度の資料庫の大掃除中だ。片付ける人がいないということね。官庁室なのにこんな状態で放置するつもりだったの？二人がいないのなら別の人に片付けてもらいなさいよ。普段なら誰かが片付けに来るんだが、放っておいてもどうせお前が来て片付けるだろうと思ったんだ。私を当てにしていたということ？給料を要求するわよ。だったら私の世話係として雇ってやろうか。給料は美味しいビスケット1枚だ。1枚ってどれだけ安い給料よそれ。いえ、それ以前にそんな給料いらないわ。シーザーがどこでビスケットを食べたのか見ていなくてもすぐにわかるわね。そう言いながらも片付けはするんだな。いいのか、交渉が成立していない以上ただ働きだぞ。そうね、そこまで言うのなら対価をいただこうかしら。そうね、あなたのビスケットなんてどうかしら。嫌だと言ったくせにビスケット1枚で働く気になったのか。そんなわけないじゃない。ビスケットはビスケットでも1枚じゃないわ。あなたの今日の分のビスケットすべてをいただくと言っているの。そうしたら掃除した後この部屋が汚れることもなくていいんじゃないかしら。私からビスケットを奪おうというのか。いい度胸だな。こ、怖い。シーザン。私からビスケットを奪おうという。それ相応の覚悟はあるのだろうな。この世界ではお菓子っていうのはただのお菓子以上の価値があるんだった。今のお冗談、冗談よ。だからそんな風に怒らないで。そうか、冗談か。シーザーからビスケットを奪えるのは死を覚悟したものだけってことね。木で片付けているんだから給料なんていらないわ。ただしこれ以上散らかしたら許さないからね。ほう、どう許さないのか見てみたいな。私は見せたくないって。何をする気？散らかしたぞ。どう許さないのか見せてみろ。呆れて物が言えないわ。どういう神経をしているのよ。どういう神経をしているんだろうな。ここ数百年ほど自分から誰かに積極的に関わろうとしていなかったから、どうすれば相手の興味が引けるのかがよくわからないんだ。それって私の興味を引きたかったということ？そう聞こえたのならそう取ってくれて構わない。でも
シザーはシルビアのことがまだ好きなんだから期待しない方がいいわ。もし本当に私が雇われるとしても、あなたみたいな変な人を相手にするのなら、それ相応のお金をもらわないとやっていられないわね。お前を金で買えるのなら安いものだ。買ってやろうか。買うって一応言うけど、私はあなたの家政婦になるつもりはないわよ。では私の恋人にでもなればいい。恋人ってそのつもりもないのに軽々しいこと言わないで。もし私が本気であなたを好きになっても報われないでしょ。シザーには好きな人がちゃんといるんだから。まあそうかもしれないな。やっぱり冗談で言ったのよね。変な空気になってしまったわ。別の話題を出した方がいいかしら。そういえば時計鬼の姿がないのね。最初の頃はよくこの部屋にいたのに、最近はいないことの方が多い気がするわ。あんなに大事にしているのにそばに置いておかなくてもいいの？そばに置いておきたいが、時計鬼がそれを望んでないのだから仕方がないだろう。私には時計ワニを束縛する権利はないからな。権利って飼い主なんだからあるでしょ。むしろあんな危険生物を放し飼いにする方が間違っていると思うけど。名目上時計ワニは私のペットという扱いにしているが、あれは正式には私のペットではない。じゃあ何よ。あれは私の分身のようなものだ。あの時計の音を聞いていると心が安らぐ。自分のことのように可愛がってるということかしら。爬虫類に嫉妬するなんてどうかと思うけど、私もシザーにこんな顔をさせられるような存在になりたい。この写真、私とは似ていないわよね。赤毛だし目の色も違う。それにすごく美人。シザーが好きな役者とか歌手の人かしら。どちらにしろシザーの好みはこういうタイプということ。さっきから動きが変だぞ。書類の間にへそくりでも挟んであったのか。こんなところにあったのか。探している時には出てこなかったくせに、こんな時に出てくるとはな。ごく自然な会話の流れとしてこれが誰なのか聞くべきよね。でも聞いたら傷つくかもしれない。この女のことが気になるのか。え？
ないと言えば嘘になるわね。この女は海賊だ。この人海賊なの？ああ、そうだ。海軍本部のある海域で数百年前に悪名を轟かせた女海賊、名はシルビア・カイマン。シルビア？シルビアって？お前の予想通り、かつて私の恋人だった女。海賊だったの？笑える話だろう。海軍の私の恋人が海賊だったなど。私はその女海賊に騙されていたんだ。海賊だと知っていたら恋人になどなるわけがない。あなたは彼女が海賊だということを知っていたはずよ。私を間違えた時に海軍に見つかるなと言っていたじゃない。だが海軍の正式な記録ではそのようになっている。シザー・ガビアル・ウォッチは女海賊に騙された大うつけである。正式な記録？どういうこと？聞きたいのなら教えてやろう。お前になら話してやってもいい。私がこの人に似ているから。顔は全然違うみたいだけど、この間私を壊そうとしたのは似ていると思ったからでしょ。そうだな。誰かに壊されるかもしれない不安を抱えるより自らの手で破壊した方が楽だ。でも私はシルビアじゃないわ。その人とは違うのよ。好きな人に私の知らない女の影を求められるなんて絶対に嫌。それはもう分かっている。本当かしら？お前はシルビアではない。どうして似ていると思っていたのか不思議なぐらい今でははっきりと違いを理解している。私をひっぱたいてまで自分の名を言わせた女はお前ぐらいなものだ。あれはあなたの中に私の存在がなかったから腹が立ったのよ。なるほど。確かにお前の存在は強烈だ。そういう考え方だからこそ他人に興味をなくした私ですら引きつけることができたのか。シルビアは己の存在を主張しない女だった。私とは違うわね。ああ、全くな。いつ死んでもいい、いつ消えてもいい。今が良ければそれでいい。盗みや殺しを止めたければ自分を壊さない限り無理だというのが彼女の口癖だった。恋人であるはずの私に会うたびに自分を壊してくれと言っていたぐらいだ。どこまで本気だったのかは今となってはわからない話だが。それでシザーは言われるままにシルビアを壊してしまったの？私はシザーのことが知りたい。聞くことが怖いことでも私になら話すと言ってくれたことは嬉しいから。さっき海軍の正式な記録ではと言っていたわよね。でもそれは事実とは違うんでしょ。私はあなたの口から真実が知りたい。いいだろう、話して。長くなりそうだから座るか。
シルビア・カイマンとは何年も戦い続けた間柄だった。幾度となく顔を合わせ争いを続けている最中、気がつけば恋人同士になっていた。表向きは敵同士、私たちの関係は決して他人に知られてはならないものだ。海軍と海賊、敵同士の恋か、小説みたいなロマンスね。最初のうちこそ気をつけていたが、こういうことは長年気づかれずにいると気が緩む。部下の中に私の様子がおかしいと気づいた者が現れた。私は尾行されていることにも気づかずに、あの夜綺麗な夜だった。アジトの途中まで送った私に、ここまででいいから船に戻れと彼女は言った。そうして背を向けた直後、彼女は私を尾行していた部下の手によって殺された。あなたが殺したわけじゃなかったの？私が殺したようなものだ。私と会っていなければ、私の恋人にならなければ、彼女はあんなところで死ななかった。どうせ壊れてしまうのなら、彼女の望み通り私の手で壊してやればよかった。どれほど後悔しても、一度壊れたものは二度と元には戻らない。私が壊せば、彼女の死は永遠に私のものになっていたはずだ。一度しかない最後の瞬間を私は手に入れることができなかった。悲しい記憶。でもあなたはよく無事だったわね。海賊と恋人同士だったとバレてしまったんでしょ？シルビアを殺した部下は海軍にとって実に優秀な男だった。海軍の名を落とすわけにはいかないと瞬間的に判断したらしい。どういうこと？私の地位や今までの手柄を考えても、相手が海賊だと知っているのに恋人同士となるなど、海軍の歴史として恥だったということだ。海賊の女に騙された哀れな海軍将校、それが本部の立てた筋書きだ。民衆の同情を煽ってくれたおかげで私はまだ生かされている。これを私に渡せと艦長がおっしゃったんですか？海賊の資料が自分の部屋で見つかったから片付けておいてほしいって言っていたわよ。見つかるも何も、私はこれがどこにあるのか知っていたんですけどね。もしかしてルーラーは知っているの？その人と死産のこと。知っているというか、審査員殿は艦長に何かお聞きになったんですか？あまり詳しくは聞いていないけど、その人、死産の恋人？いくら審査員殿とはいえ、滅多なことを言わないでください。海賊を恋人にする海兵などいるわけがないでしょう。この女はガビアルウォッチ艦長を騙し、軍の機密を盗もうと企んだ女海賊です。
艦長の身を案じた海兵により刺殺されました。あの事件をきっかけに艦長は階級を下げられ、こんな辺境の地での任務に就いた経緯があります。あんな不祥事さえなければ今頃は将軍になっていてもおかしくない方ですよ。ご自身の部屋に写真を置いて時々肉肉しげに見ていらっしゃる姿を拝見したことがあります。よほどその女に恨みがあるんでしょうね。そう、何にせよこれを手放す気になったということは心境の変化があったということでしょう。これは資料室のファイルへ片付けておきます。ありがとうございました。すぐ近くにいる人にも自分の気持ちを打ち明けなかったのに、私になら話してもいいと思ったのはどういうことなのかしら。私はシザーの支えになることができるの。いいえ、できないと思っても自分にできることをするしかないわね。